当にこれバーチカルでうまいこと口の前にいかんと食わんじゃな。やり方を変えないといけない。ああおった、10メーターぐらいのとこやったね。リーダーを短くしたら当たらんもんな。当たった。やっぱおるやつの前へ行けば食うんだよ、やる気のあるやつが。よし、魚のおるとこ行けば食うような感じやもんな。多分おるレンジは同じなんやろうから。連発や。もうこのパターン、このパターンや。このパターンしかない。もうステイパターンです。なんでさっきパタパタ後ずれ、後ずれなくなるんやろな。これが分からんのよな。同じパターンで釣れるなら同じ釣れろやって話なんやけど、ひょっとして俺の分からんような当たりがいっぱい出てるかも分からんわって。今ちょっと短くしたけど、今ゼログラ使ってる。うん、ゼログラの 0.3 でやってる。今1.4っす。うん、とするとこれ長い方がいいのかな、漂わす感じの方がいいのかな。当たった。味ってこんなに難しかったっけ。こんなに難しかったっけ。クソ、当たらんな。なんかパターンがちゃうな、また。何を変えりゃいいんやろ。いろいろやるけどな、何を変えれば一番いいんかな。やっぱり光らせるパターンかな。あったあった。ああ、なんやろな。なんか微妙な当たり出したぞ今。主語動かないってこんなに難しくなるんや。普段船出るときは主語動かん方が楽やのにな。まあ就業灯があるのとないの違いが出てるわけね、これ。40クラスが釣れてくれへんかな。あ、ライズしとるで。うん、アジでしょ。うん、多分ジグタンで表層で釣れるんちゃうこれ。ちょっとジグタンやってみよう。多分表層で釣れるよこれ。うん、まさかジグタンの釣りをするとは思わなかったな。選択肢はいろいろあるけど、あんまり重たいのでやるとな、沈んじゃうんでな、表層釣れへんしな。かといって軽いと飛ばないし。どこでライズしてるほど魚の数はいないのかな。あー、のら。あれ、なんでかからへんやろ。イカなんかね、これ。アジならかかるけどな。アジ、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 アジ。どうしよう。アジやった。ちょっと可愛らしいけどアジやった。こいつが何回もミスしてんやろうか。俺はごめん。1.8g でしてんや今。 1.8g でカウント30から落とした。あ、やっぱ切られた。タチ
当たる当たるけど乗らなんでやろ、だいぶ遅らさないかんのかな。アジです、いや、さっきと、さっきよりは若干いい。そう。今、そういや、ともしびや、パフネイクの。結局、おるとこ行けやすりゃ、なんでも多分いいんやろと思うわ、もう。花散らしでも、ともしびでも。相当味いますよここ。あれなんて書かないんやろ。今30カウントなんですけど、30カウントからテンションをかけて、その重さを、軸ヘッドの重さをゆっくり維持しながら落としていくんですね、送ってくる。じわーっと。程度まで出してまた緩めずの状態で送ってボトンまでやった。根性あるな。ボトンまでやるといいんやな。いったな。おるんやな。俺もそこそ沈めようかな。飲み込まれたらいいけどな。結構でかいよ。でかいでかい。わあでかいね。楽しいな。12月以来やな前の。そう、俺も遅いけど、俺は30代だね。浮いてこんな。ああそんなもんやろな。わからんのよ、とりあえず。なんか。よう走りますわ。しびれるね、楽しいわ。あ、浮いてきた浮いてきた。すみません、トムお願いできます。よし。
よし。いやすいません、フロアジグラたちが太い。いい味ですね。いい味。明るいし。よいしょ。よく外掛かりやったから結構引いたんや。でも37、8やで俺のは。40あるかないかやろね。ね、ジグダンで釣れるんです。やっぱ沈めました、ね、沈めました。ボトムのキーまで一生懸命 1.8 ぐらい沈めた。40いった。いいですけど、あ、俺38ぐらいで、俺のは多分。ちょっと測ってみようか。多分38ぐらいだと思うよな。サンキュー。4いかない。こういう感じ。しょっぱなからいっちゃいましたね。もうこれ04ぐらい巻いてたらよかった。もう手っ取り早く上げてくれるのに、ほんまに。僕も今これ025だよ。一緒ですよ、僕も025でやってきてる。怖いよ。04巻いてきたらもう楽やったのに。指ドラ、そんなでかいのおらんと思ったけど。3グラムって早いね。早い、やっぱり 1.8 の方が確実やな。時間かかるけど流れてないから余計早い。うん、あーくそ当たった。乗らんかった。ボトムさえつけばね。あら、また？ちょっと重い。また重い。結構ありますな。重いです。同じぐらい。元気やもん。太っとるからね。太っとるからよう引くもん。こんなやつがこんなとこおるんですね。こんなとこに行って言ったら怒られるけど。なかなか浮いてこんこいつ。もう観念してくれよ。あ、ほんま霊用持ってきたよかった。こんな時間かけてやりとうない。うわ、結構いくよこれ。わからんけど。あら、抜けた抜けた。残念。なんで抜けるかね。悔しいね。1.8g。根性でボトムまで落とす。2分はかかるから。もうあのほっとくに限るっていう。はっきり当たり出てくると思う。ちっちゃいやつやな。ほんまに変な感じだった。若干遅らせ目で合わさないと飲み込んでくれんから。飲み込んでくれたら楽なんだ。どうしても避けてきてしまうよ。顎の骨が硬いから貫通せえへんからね、でかいやつ。やり取り時間かけると避けてきて、だんだん口の端に最後かかってブチンって切れる。さっきもそのパターンやった。ちっちゃいあたりやったらすぐ合わせたり。そうそうそう、それ我慢せなあかんね。少し遅らせなあかんね。
でかいのは本当にそうしないと釣れないから、取り込めないからね。針の問題じゃないから。2.5 に変えよう。なあ、俺ほんまいい感じ流れてるから。ダブルで。ちょっと目立つやろ。デカキメラ。うん、デカキメラ。目立つやん、ほら。ちょっとリアルやろ。こういうこともちょっとたまにはせんと。2.5 グラムでしたし、ちょっとあんまりにも神経臭い。ちっちゃい。これは大したことないと思うんやけど。いや、そんなことないと思うんやけど、途中から引き出したらビッグワンになる。あ、ビッグワンでね。途中から引き出すもん。ワームはパフネークの、ウーパールーパーとひまわりのダブル掛け。なかなか楽しいね。やっぱりアジはこうでなくっちゃ。もう返すももっとラインオフとしてきたらよかったと思って俺は後悔してる。ほんまにそんなでかいの釣れると思わんもんね、ジグタンのやつで。これは大丈夫、飲んどる。頑張るもんこいつ。頑張るもん。頑張るね。全然浮いてこない。全然浮いてこない。頑張る頑張る。ある程度のとこまで浮かせると暴れるんよね。なんか嫌がる、なんかがあるんやろな。明かりが見えてくるからかな。どこ行くんやお前。よいしょ。もう置いてきてもええ、これやないな。どんだけ行くんや。もうよ、もう浮いてきとるやろと思うんやけど、見えんのよ。あ、浮いてきた。頑張ってる頑張ってる、ほら。いやー。今度は40超えたね。余裕。よいしょ。よし40超えた。よかった。終わります。はい、素晴らしい。あ、やっぱりいましたね。今日はね、まあ、あのバーチカルよりもジグタンの方がでかいのが釣れるというおかしなことになりましたけれども、まあこういうふうにして東京は、まあ、あのバーチカルもジグタンでもどちらでもいいのが釣れますので、ぜひ試してみてください。ででん、46。すげえ。いますね。